こんにちは、沖縄おばばです。みけさんがすやすやとよく眠ってます。のびーですね。はい。えー、実はですね、えー、今日なんですけど、えー、ある方から、あー、なんていうのかな。あの、いわゆる、体の中に溜まってしまった重金属ですね。えー、なんかね、 え、<laughs> いろんな金属が体に張り付くようになってしまったという方が何人かいらっしゃって、えー、そちらね、私の知っていることです。はい。これは、えー、フランスのね、自然療法ですね。フランスの。フランスではなんか病院でも、あの、自然療法のいろんなものを変えるみたいですけど、日本ではね、なかなかそういうことができませんね。ちなみに、あのー、 いろんな、こう、自然療法、多分、フランスのなんですけど、クレイの療法ですね。えー、こちらですね。こちらの本を参考にしています。はい。えー、リサ・サラ・ザライさんの私の自然食と幸福の練習という、あのー、こちらのね、本、2冊の本を、おー 参考にしています。えー、実を言うとね、結構私の近くでも、大勢の人がこの方法で、まあ、体内に残、体内のあの重金属ですね、そういうのを排出するのに成功しているということだったので、えー、この本の中にも書かれていたので、えー、ちょっとご紹介したいと思います。えー、これね、えー、結構、ネットで検索しないと出てこないんですけど、えー、フランスでね、 医療用のグリーンクレイっていうのがあるんですよ。医療用のグリーンクレイ。はい。フランスでは、あの、自然療法も、あの、全部保険聞きますのでね。えー、フランス産の、あの、グリーンクレイですね。えー、緑色の粘土です。えーと、なんか、 かなり地下の深いところから取れる粘土らしいです。純度がものすごい、すごく高くて、えー、まあ、医療用のと、あと、美容用のとあるんですけど、えー、医療用のは、あの、飲むものなので、食品なので、あれなんですよね、あの、非常に細かいです、粒子が。で、美容用のは、 お風呂に入れたりとか、顔をパックしたりとか、そういうものに使うものです。それは、ちょっと粒子が荒くなっています。なので、えー、できたら、あの、医療用のね、グリーンクレイを検索して、えー、ください。はい。そうすれば、いくつか扱っているお店があります。えー、海外のね、イギリスから取り寄せたことが、私、一度あります。 まあ、あの、ちょっとね、あの、私の場合、あの、飲め、飲む方で,ではないんですけど、ちょっとね、えー、炎症を起こした時に湿布に使ったりするんですよ、えー。そういうこともできます。はい、えー、一応、あの、なんていうのかなあ、手に入れる方法もお伝えしました。えー、とりあえずですね、えー、お話しします。えっ、ー、と、3週間ですね。3週間かかります。はい、えー その体の中のね、そのデトックスですね。えー、重金属のデトックスなんですけど、えー、茶さじですね、茶さじ。えー、ちっちゃいティースプーンですね。えー、だいたい一杯2、3グラムぐらいです。それを、あのー、入れまして、コップに入れまして、お水を注ぎます。えー、これは、えー、鉱物の入ってない軟水にしてください。はい。 軟水にして、それでちょっとかき混ぜますね。それを夜にやっておきます。そうすると朝になると、まあ冷蔵庫入れておいていいですね。朝になると、まあラップして冷蔵庫に入れておいてください。朝になると、あのー、2層に分かれています。はい。えー、下にクレイが残っていて、上に上澄みが、あのー、お水があります。かき混ぜないで、上澄みだけ1週間飲んでください,という。 はい。そして、2週間目ですね。2週間目は、同じように、えー、クレイを前の晩に仕込んでおきます。クレイ水ですね。それを前の晩に仕込んでおきます。そしてですね、えー、2週間目は、それを混ぜて飲んでください。コップ1杯。はい。 そして3週間目ですね。今まで茶さじいっぱいだったものをもうちょっと増やしてくださいということです。まあ体調を見ながらだと思いますね。それは1.5倍でもいいし2倍でもいいですね。それを同じようにして、えー、3週間目も混ぜて飲みます。はい。えー、この幸福の練習という私の自然食2の方に、えー、実践編で、えー、書いてありました。はい。 えー、私のお友達もそれで、あの、かなり、あの、対象が良くなった方がいらっしゃいます。多分それで、結構ね、あの、重金属っていうか、金属をね、侵食するっていうか、もう、あのー、吸い付くんですよ。あのー、クレイって。なので、えー、金属系が体に入っている人は、この方法はできません。 はい、えー、ペースメーカーとかね、人工関節とかね、えー、医療用のクリップとか、医療用のホチキスカラ、体の中に入ってる人は、それを溶かしてしまうので、えー、ちょっとできません。あと、まあ関節なんかに、が痛くなった時に、そのクレーをね、練って、幹部に貼っておくとかなり良くなります。はい。私はそういう方法を以前してました。はい。かなり、あのー、効果あります。はい。 そういうことです。とりあえずね、えー、デトックス方法を教えてくださいということを、えー、概要欄、概要欄というかコメント欄でね、何人か見かけたので、えー、皆さんにご紹介いたしました。はい、これはフ,ザフランスの自然療法です。あと、あのー、ね、いくつかあるので、いくつかっていうかね、まあ、これはあのー、 いわゆる、漢方的なやり方ですね。漢方的なやり方、前に何回か、私、あのー、動画であげてるんですけど、緑豆ですね。あれは、どちらかというと、金属というよりも、なんか、なんていうのかな。ああ、実は中国では、シーの国の無依存地帯では、えー、農薬の、ね、中毒なんかの治療で効果を上げています。緑豆豆ですね。緑豆。 はい。緑豆を買ってきて、えー、あのー、日本よりもね、ちょっと水分多めにお汁粉を作ってください。まあ、甘みが必要な人は、あのー、なんていうのかな。黒砂糖とかきび砂糖以外でつけてください。ええー、私は、あのー、時々それもやってるんですけど、それは、あのー、夏バテにも効きます。ちなみに。はい。あのー、下毒、あのー、下毒と、 その体を冷やす作用があります。その緑豆糖,糖は。はい。そちらの方も、あのー、たまにね、えー、食べるといいかもしれません。ただ、緑豆糖,糖の方はですね、えー、まあ、クレイもそうだったんですけど、何か薬を飲んでらっしゃる方ですね。えー、薬を飲んでらっしゃる方は、ああ、多分できないです。どうしてかっていうと、それも解毒、全部下毒しますので、薬も、あのー、 なんていので緑豆等はあ現在薬を飲んでない方ですねにあのー、適していますはいクレーンの方も多分あのほぼほぼそういう感じだと思うんですけど2種類私はあの伝統的な方法で知っていますはい、えー、皆さんね、もし、 よかったらやってみてください。えー、私、あのー、緑豆糖,糖の方なんですけど、それはあのー、歯がね、自分で痛くって、別に虫歯でもないのに痛いときは緑豆糖,糖を作って、だいたい2、3日飲むと治ってしまいます。はい。あのー、面白いことに、そうなんですよね。<laughs> どうなんか、これはね、まあ、 中国漢方というか、中国中医学ですね。いわゆる、それの軽脈の関係らしいんですよ、どうやら。まあ、ちょっといろいろ理論がね、えー、難しくて、ここら辺説明すると本当に長くなってしまうので、えー、説明できませんけど。はい。というわけで、えー、今回ね、ちょっと、あの、リクエストがあったので、あ、えー、げてみました。あとですね、コメント欄で面白いコメントがあって、 まあ、死の国の方々ですね、えー、いろいろなんか、あのー、自分で気遣って、えー、いろんなことに生活の中で毒素をためないように工夫しているみたいなことを、あのー、ね、えー、書いていらっしゃる方がい,いたんですけど、えー、私昔ね、あのー、 某ドラッグストアにね、中国語のあのスタッフとして働いていました。その時にね、あのー、すごい彼らは頭いいなと思ったことがあるんですよ。それはね、必ずはあのー、歯磨く、なんていうのかな。日本の製品を、やっぱ自国の製品信用できないんで、大量に買っていくんですけど、一回20万とか。でもですね、彼らすごい頭いいんですよ。 私に、あの、聞いてくるんですよね。フッ素の入っていない歯磨きはありますかって。えって思いますよね。日本人そこまで気にしません。はい。でも、中国の市の国の人たちは、結構気を使ってるんですよね。で、まあ、漢方系のね、歯磨き粉だったら、あの、フッ素入ってませんので、えー、入ってないものが結構多いので、あと、アパガードとかも入ってなかったですね。そういうのをちょっと紹介したりしてました。 はい。まあね、日本人ももうちょっと自分の健康や自分の体内に入れるものですね。裏の表示を見て確かめて買った方がいいですね。はい。私、あのー、その、なんていうのかな。えー、ドラッグストア時代にちょっと感心したことでした。それは。はい。えー、よくわかってますね。フッ素が、あの、体にあんまり良くないってことね。えー、そういうことを本当に、あのー、 多くの C の国の人たちから聞かれましたので、はい。なので私もね、本当にそこら辺は感心しています。まあこれは雑談ですけど。というわけです。はい。それでは皆さんまたあごきげんよう。沖縄おばばでした。